愛子さまがとっさに見せた神対応をご存知でしょうか。金城天皇がまだ皇太子だった頃、あるご公務に同行した愛子さま、両親であるお二人があることを忘れてしまいます。その際、さりげなくご指摘され事なきを得たのです。とあるご公務とは、長野松本市の上高地で行われた山の日記念全国大会の式典に臨席するというもの。この時、愛子さまにとっては初の公式行事の参加とあって、かなり緊張されていたご様子。現地入りされる前に上高地の地理歴史について事前にお調べになるなど、しっかりと準備なされたんだとか。ハプニングが起こったのは式典前日。ご両親と一緒に地元住民や登山客に手を振るなど交流された後、移動のために車に乗ろうとした時です。愛子さまはとっさに両親にお声をかけ呼び止めます。愛子さまに何かを言われたご夫妻は、しまったという表情をし、乗ろうとしていた車から降り、向き直ると駅長にご挨拶をされました。そうなんです、皇太子ご夫妻が駅長への挨拶を忘れていることに気づき、とっさにご指摘されたようなのです。初めてのご公務で緊張される中、通常であれば緊張しっぱなしで両親が挨拶を忘れていることなど気づきもせず、ひたすら両親の後をついていき、車にもそのまま乗り込んでしまわれてもおかしくない状況でしょう。このとっさの対応に、なんとも心強い愛子さまだと絶賛されたんだとか。愛子さまのとっさの対応は他にもあります。2023年、3年ぶりに皇居で一般参賀が行われました。この時、愛子さまは初めての一般参賀に参加です。一般参賀はより多くの国民と対面できるよう、複数回にわたり皇室の方のお手振りが行われます。ベランダからとはいえ、多くの国民の前に直接出るとあって緊張されたご様子でしたが、母親である雅子さまと何度かアイコンタクトを取りつつ、次第に緊張もほぐれたようです。一般参賀では、調和殿のベランダにお出ましになる順番や並び方、お手振りの作法など厳密な所作が求められます。実際、愛子さまはこの一大イベントに臨むため、間違いないように毅然とした態度で気品を持ってお手振りできるよう、雅子さまと予行練習、母子特訓もされたんだとか。雅子さまが細かく所作について確認し、多くのアドバイスをしたそうです。ハプニングが起きたのは3回目のお手振りの時です。30年以上一般参賀にお出ましになられている方が、なぜか雅子さまのすぐ隣に立たれていたのです。本来であればそこは愛子さまの立ち位置。その勘違いに気づいた愛子さまは、後ろから落ち着いた様子で声をかけられ、その方は本来の立ち位置に立たれました。立ち位置を間違えることなど大したことではないように思いますが、こういったところに気持ちというものが込められるわけで、さらにただの公式業務ではなく一般参賀という、しかも3年ぶりに行われる行事とあって、こういう些細なことでも国民にとっては残念に感じてしまいますよね。愛子さま初の一般参賀参加とあって、特に愛子さまは注目されていましたから、その愛子さまの立ち位置に立ってしまわれるとどうしても目立ってしまいました。しかし、頭の回転が早い愛子さまだからこそスムーズな対応ができたのでしょう。両親を思って、愛子さまは2020年に学習院大学文学部に入学しました。しかし、感染対策のために通学はできず、授業はオンラインで受けることになりました。初の登校も入学してから半年後だったのです。父である天皇陛下は、大学では様々な人たちと顔を合わせて授業を受けたり、放課後の部活動で一緒に参加したり、見ず知らずの人と学生食堂で隣り合ったり、新しい発見と経験の連続であったように思います。そういう意味でも愛子には感染症が落ち着いて、いつの日かキャンパスに足を運べるようになるといいなとは思います、と早く直接通学できるようになることを望んでおられました。そして、ようやく一部対面授業が再開されるように、これで愛子さまも直接通学されるのかと思いきや、愛子さまは通学をしませんでした。そのわけとは、万が一自分が通学し感染症にかかってしまったら、
両親である両陛下にうつるリスクがあると考えて、オンライン授業で受けることを決めたからです。登校したいというお気持ちは当然あったようで、愛子さまは心が揺れる中、じいとも相談した上で、まだ通学はしないという判断をしたんだとか。こうして大学3年間通学することなく、大学4年生になってようやく通学するようになりました。卒業後は両親が共に留学経験のあるオックスフォードに海外留学するのかもしれませんね。愛子さまのご成長、愛子さまはとても愛情深く育てられ、笑顔の素敵な女の子としてすくすくと育つも、小学3年生の頃、同学年に素行が悪い同級生がいたことで通学に不安を感じ、一人で学校に行けなくなりました。しかもその頃から愛子さまは笑わなくなってしまうんです。笑顔が戻るようになったのは、それから1年以上の月日が経ってから。1年3ヶ月後には一人で学校にも通えるように精神は安定したんだとか。そして12月1日の誕生日を迎え、成年皇族となられた際、記念して祝賀行事が行われました。この時、これまで女性皇族が成年を迎えると新調されてきたティアラを、感染症による景気ダメージを考慮し、愛子さまは陛下の妹である黒田清子さんのティアラを借りての出席にしたそうです。国民が大変な時なのでティアラを断念されるお心は本当にお優しいですね。また一人で臨んだ初の記者会見、幼い頃はままならなかった記者との受け答えも、この時の記者会見ではしっかりと向き合い、ご立派に受け答えができるように、あまりにも堂々としたその受け答えに話題となりました。今のままだと女性皇族は結婚後皇籍を離脱すると定められており、公務の担い手の減少は免れません。現在の皇位継承者は秋篠宮文仁親王様、悠仁さまと常陸宮さまのご三方のみです。金城天皇が現在63歳、秋篠宮文仁親王が57歳、悠仁親王は16歳、常陸宮雅仁親王は87歳。これでは皇統を維持することが困難であり、日本の皇室は現在危機的状況に置かれていると言えるでしょう。女性皇族が結婚後も皇室に残る案なども出ていますが、まだ案の段階、自分の今後がどうなるのか不透明な状況で、愛子さまが過ごされているかと思うと心苦しい気持ちになりますね。日本で約2000年続いてきた血筋という伝統を壊すことがないよう、愛子さまがお嫁に行く前に決着がつくといいのですが、今のような一夫一妻制だと悠仁さまの子に男子が生まれる確率に欠けるしかなく、そもそも男の子を産まなければというプレッシャーも計り知れないわけで、結婚相手を探すこともなかなか難航しそうです。愛子さまは幼い頃から将来天皇となるご両親の背中を見て育ち、さらに頭の回転も早く、とっさの対応に長けていることが多くの場面で評価されてきました。公式行事においても両親のミスに気づき上手にフォローするなど、その起点の良さが際立っていますね。愛子さまは将来的な皇室の在り方や自身の役割について悩みながらご成長されています。日本国民として愛子さまの幸せと皇室の存続を心から願っております。いかがでしたか？よかったらこの動画の感想をコメント欄に書き込んでくださいね。チャンネル登録と評価をしてくれると嬉しいです。また動画に関して何か間違い補足がある場合、優しく教えていただけると助かります。まだ見ていない動画があればぜひ見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。